ごいね、うん、ああ魂抜かれたわ。どうも激辛ジョニーです。今日もみんなの足に火をつけちゃうぞ。やってきました。はい、ということでね、本日は東京は新橋にやってまいりました。こちらね、新橋はね、ほんと飲み屋街がいっぱいありましてですね、ほんと今平日の木曜日ですか、木曜の夜なのにね、非常にね、夜遅くまで飲み屋さんが賑わってる、そんなサラリーマンの街でございます。そんなね、新橋のサラリーマンたちがね、汗を流しながら激辛担々麺を食べてると、そんな噂を聞きましたんでね、今日ね、私このお店にやってきたんですけども、本日のお店こちらです。中華料理ラエンナカンさんでございます。こちらね、中華料理屋さんなんですけども、ランチ帯はね、これビジネス街なんでランチとかで食べれますけれども、まあ夜もね、いろいろメニューがあるんですけども、今回はね、このお店で一番辛い激辛担々麺に挑戦していきたいかなと思うんですけども、これ結構辛いらしいんで、結構噂。さあ、こちら新橋のサラリーマンたちが汗を流しながら食べるこの激辛担々麺、挑戦していきましょう。はい、来ました。こちらが激辛唐辛子担々麺でございます。見てください、これ。あー、すごいね、これはもう丼の上に糸唐辛子がまんべんなく入っておりますけれども、さあ、これね、担々麺ですから、ごまなど、ごまペーストでしょうか、非常に辛そうですけれども、注意書きにもありました通り、これ激辛なんでね、気をつけていただきたいと思います。それでいきましょう、いただきます。さあ、激辛唐辛子担々麺、お手並み拝見ですよ、ということで、さあ、まずはね、こちらのスープからいきましょう。いただきます。すごいね、ちょっとこう見た目はクリーミーっぽい感じなんですけども、このね、スープはね、意外と飲むと喉にぐさっと突き刺さるような、結構辛いね、激辛です。じゃあこちらの麺いきましょう。うわ、辛いね、これ入ってる具材、これひき肉、糸唐辛子、また緑のね、変な、なんか野菜やらいろいろ入ってますけども、これね、担々麺なんでちょっとごまペーストなんですけども、ごまペーストだとこうクリーミーな感じがして甘辛い感じはあるんですけど、これ全く辛いですね。これラー油も散りばめられてます。麺と一緒に糸唐辛子も漏れなくついていきます。これさ、マジ、汗が止まんなくなってきました。発汗作用抜群でございます。口の中激痛でございます。目が痛いこちらの激辛唐辛子担々麺、もう食べてね、ものの3分ほどでもうサウナに入ったかのような汗が止まらなくなります。ということでね、ちょっとね、麺は、食べ終えたところなんでね、せっかくね、このスープがいっぱい余ってるんでね、ご飯を追加して食べていきたいかなと思います。あ、こちらのね、激辛担々麺スープの中にこのご飯を足して後半戦食べていきたいと思います。でね、やっぱ辛味成分はね、このスープに一番溶け出しますから、このね、スープの底、下に行けば行くほど辛さが、辛み度合いがね、グッとアップしますので、しっかりとこれね、ほじくり返してご飯と合わせていただきます。おい、うん、激辛、ご飯との相性抜群でございます。辛い、体感的に言うと蒙古タンメン中本の北極ラーメンより辛いような感じがしますね。これ食べる、いたこんな辛いと思わなかったな。おお、これ、あー、魂抜かれたわ。あー、辛い、うん、
いやー、このスープがね、やっぱ一番辛いですから、ちょっとね、ウーロン茶なしではね、やっていけないですよ。本当にね、見た目のこのスープの色は、見た目はそんな真っ赤っかじゃないんで、そんなに辛そうとは思わないんですけど、これね、飲んでみると本当にびっくりしますよ。こ口の中も痛いしね、あのお腹も人によって多分チクチク痛み出すかもしれない。結構辛いですこれ。いきますか。じゃあスパートいきますよ。はい、ラスト。いやー、これは辛い、申し分ない。ごちそうさまでした。いやー、辛かったね。辛い。いやー、食べ終わったんですけども、非常にあの想像のね、はるか上を行く辛さで、ちょっとびっくりして麺食らっちゃいましたけども、なんとか食べきることができました。それでは辛さレベルの発表していきましょう。ラエンナカンさんの激辛唐辛子担々麺、辛さレベル8です。8になりますと。辛かったね、本当に。いや、今日はね、6ぐらいの気分で来たんですけど、辛さレベル6ぐらい、それ結構辛かったね。非常に手こずりましたけども、非常にね、辛いだけではなくて、ごまペーストの味が効いたね、非常に辛くてうまい、そしてひき肉の肉もね、ジューシーで非常に美味しく食べれましたかなと思います。辛いの苦手な方はね、ちょっとこれはやめといた方がいいかなと思ってね、辛くないメニューもいっぱいありますので、ぜひ食べに来てみてはいかがでしょうかということで、ちなみにこの動画が出た1ヶ月後ぐらいに私インドに行く予定がありますので、ぜひね、インドで食べられるね、激辛料理とか激辛お店知ってるよという方はね、ぜひコメント欄に記入してみてください。ということで、また次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。